2B のブラックボックス信号健在。よかった。通常通信は不調。向こうに直接侵入して操作するしかない。Thank you.
死したロボットも存外。
キングで起動させれば 2B たちが脱出することができますね。最初のゲート解除。 2B、 そのまま真っ直ぐ進んでください。了解。第2ゲート解除。ゲートのロックを解除しました。先に進んでください。分かった。システム掌握 20%。 2B、 なんとか耐え抜いてください。工場システム掌握 50%。この怖さへ何とかすれば。あまたの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄の首輝から解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に、永遠に。
今のは月面サーバーで聞いた言葉。どうして？報告、 2B による敵大型兵器の撃破。ああ、そうか、分かった。9S 司令官、すまないが司令部まで来てくれ。了解しました。君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります、司令官。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを？異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。どうしてこれを僕に？理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。自分で決めるんだな、これからどうするか。どうして死んだんだ、ひーちゃん。どうしてなんだよ。やる。人類がもういない。2B に何て言えば。戦闘配置行かなきゃ。 CE9S に出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。2B 大丈夫？電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。
交戦中と予測。大丈夫？いや、命中してよかった。